どうも、佐々木あさひのビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、グミレポをやっていきたいと思います。なんか最近ね、あんまりこうグッと惹かれるグミに出会ってなかったんですけども、出会っちゃいました。それがこちら、じゃらん、ジュレピュレのとちおとめいちごです。なんかね、この内側にジュレが入っているタイプのコラーゲン&ビタミン C っていうやつですね。ジュレピュレの同じやつで、山形ラ・フランス、これがね、めちゃくちゃ美味しくってしょっちゅう食べてるんですけども、でこれが新しいっぽかったのでゲットしました。ということで開けていきたいと思います。絶対美味しい気がする。いきます、オープン。なんかいちごミルクみたいな匂いがする。いや、間違いないんだよ、間違いないんです。はい、ハート型してます。ちょっとね、厚みがある感じになってます。中にね、ジュレが入ってますので、いただきます。半分かんねんよ。あ、うめー、うまい。あ、美味しい。甘酸っぱい感じがね、いい。いちご味でこのちょっと甘酸っぱいのってずるいよね。最初はね、この周りのサワーパウダー的なのでちょっと酸味があって美味しい感じなんですけども、どんどん甘みが出てくるので、最初が好きだね。ここら辺がキューってするような酸っぱさからの中からの甘み、最高。このシリーズはね、間違いないです、間違いない。ついでにこれ食べていこうかな、ラ・フランス。これがね、美味しいの。えい、ラ・フランス、こんな感じでね、黄緑色のハート型をしております。こちらもちゃんとたっぷりジュレが入っておりまして、ラ・フランサーリ、いただきます。本当にこれはね、本当にこれはラ・フランスの味なの。なんのなんかお菓子っていう感じじゃない、もう本当にラ・フランスの味。まあ食感とかはもちろん違うけど、とっても美味しい。で、中のこのジュレが少しね、なんかちょっと蜂蜜っぽい感じになるのかな。食べてるとなんかハニーの感じがするかもな。なんか蜜が、ラ・フランスの蜜が入ってるみたいな感じの味。これは癒されます。これね、どっちも美味しいので、気になった方はぜひコンビニなどでチェックしてみてください。ジュレピュレでございます。ということで、今日はサクッとグミレポでございました。それじゃあまた今度ね。じゃあねー。